はい、農業用漁水路から取った、モクズガニを茹でました。あんまりいい色じゃないな、これ。こうしよう。はい、よいしょ、よいしょ。熱ちゃっちゃ熱いです。でっかい水ですね。はい、こういう感じで、でっかい水です。これも水ですね。はい、茹で上がりました。沸騰してから約30分間炊きましたね。とても美味です。今の時期はですね、身がしっかり詰まってますね。ちょっと見てみましょうかね、身を。このお尻をですね、手でポリッといきます。そしてここを開きます。こんな感じですね。黄色く詰まってますね、黄色く。はい、美味しそうです。ここをですね、ボリッといきます。お尻のこちらでヘコと言いますね。ここを手でバリッと簡単に取れます。はい、こんな風に、卵ですね、しっかりと詰まってます。ここのところもきれいに詰まってますね。この辺では川ガニと言います。正式名称がモクズガニですかね。日本の河川にはほとんどいると思います。中国の上海ガニと同種ということですね。今から食べます。川の恵みに感謝します。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。じゃーん。